はい、皆さんこんにちはっていう感じでね、うん、今回はねこの前ゲットしたね魂、何だったかな、極み魂やったかなの、仮面ライダーギャレンの登場なんですけども、うん、これねこの前ね同じシリーズのねセリアで買ったバイクのね、うん、やつのゼンマイがね弱くなったのでね、うん、弱くなったというかもう完全に破壊してしまったのでね、うん、新しくねギャレン用にねこのピカピカのね黄色のピカピカの、バイクを買ってきましたって感じでね、うん、まあギャレンのちょうどいい感じでね、うんうん、こっち向いてますけども、うん、いい感じで買ってきたんですけども、うん、だけどねどうもねギャレンが乗ったらねなんか動きが悪いんですよね。なんか結構これキャタピラとかあれして巻いてるの動きが悪いんですよね。これちょっとねなんでかな、やっぱり普段ボイーンって回るでしょ、うん、でねギャレンを一回下ろしてやってみたらね、うん、まあ結構走るんですよ。やっぱりねこれやっぱギャレンぐらいの重さあったらちょっと重みでちょっと走らへんのかなーって感じでね、うん、まあこれは一応走るっていう指すよりもまあね、まあギャレンのちょっとまあカッコつけるためのねまあ小道具にだけでしたらいいかなーと思ってね、まあ100円だからまあよしとして置いといたんですけども、だけどギャレンのなんか乗せるやつないかなーと思ってね、うん、いろいろ探したらねおもちゃ屋さんでええのを見つけました。これねドーンって感じでね、うん、なんかもうまたねゼンマイ式で動くこのねいろんな恐竜があったんですよね、これね、うん、ね売ってたのはねこのティラノとこのドラゴンも良さそうだったんですけどね、うん、恐竜ゼンマイってねゼンマイで動く恐竜って書いてあるんですけども、うん、それとトリケラトプスイがあったんですけども、だけどギャレンはこれティラノには乗れんなーって感じ、だからトリケラトプスイにやったらワンチャン乗れんちゃうかなーって感じでね、うん、これドラゴンもあったらね、ドラゴンもこれ背中ちょっと丸くなってるから 乗れそうな感じしたんですけどね、ドラゴンはなかったんですね、うん、そしてから僕はこの6歳以上だから、まあ、僕も帰って遊べるよって感じなんですけども、このねトロケラトプッシーのやつをね買ってきました、ね、もうこのゼンマイ式で動くね、うん、このトロケラトプッシーのパワーにね期待してね、うん、このギャレンをねギャレン用の、移動手段のね、乗り物をゲットしたいと思います。まだだから試してないからね、まあ、ちょっとわからないんですけどもどうでしょうかね、うん、一応出してみますけども、まあサイズ的にはね、うん、まあワンチャンだからまあ遊園地に乗ってる子供が乗るね、パンダとかね、うん、クマさんとかのね、なんか100円入れて動くやつみたいな感じなんですけども、これで動くかどうかですね。うん、まあギャレンはね、ちょっとね、うん、トプッシュのちょっと頭ちょっと失礼させていただいて、頭動くんかなこれ。一応何も一応ギャレンは乗せずに一回回してみますね。うーん、怪しい動きですねこれは。ギャレンも乗れるかどうかもわからない。これトプッシー自体も動きがちょっと怪しい自体のおもちゃですねこれ。うん、ちょっとこれトプッシー、うん、なんか悲しい気分になってきましたけども、まあ、チャレンジしたいと思いまーすって感じで、うん、まあ、一応ねあんまり全枚巻きすぎたらダメなんで、そしてギャレンを乗せてみたいと思います。さあギャレンの乗り物になるんでしょうか、乞うご期待って感じでね、うん、持つとこはどこもありません、うん、なんかね結果は想像つくと思うんですけども、まあ、皆さん温かい目で見てください。おい、ギャレン、トプシー、頑張れ。あ、
嫌だ嫌だって言ってますね、トプシーが。うん、なんか赤ちゃんとプッシーですね、これは。うん、赤ちゃんです。だからもう言うこと聞きません。うん、ギャレンも嫌がってます。うん、失敗ですって感じでね。あ、いけるかな、ワンちゃん。おい、トプシー。ギャレンもいい位置なんかキープしとったぞ。うん。ていうかね、なんでこんなことばっかりやってるんでしょうね、僕は。うん。よいしょ。あや。あ、これはちょっと失敗ですね。トプッシー自体のね、ちょっとゼンマイもね、うん。別にこれ中古で買ったわけじゃないんですけどね。動きが悪いですね。これは、またメイドインチャイナかな。だからこれね、下が悪いんかな、下がこの、そうしよう、そうだろう、多分下が多分布だから、このツルツルしたやつにね、やったらね、トプッシーもね、うん、走る、うん、まるで見違えたように走ると思います。あんまり変わりませんね。うん、よいしょ、ギャレン、はい、ギャレン、トプッシー、もっとみんなにいいところを見せるんだっていう感じでやってますけども、ちょっと無理のようですね。ということで今回はね、ギャレンにね、新しいね、乗り物を買ってきてあげたんですけども、うん、両方ともちょっと言うことを聞きません。うん、ということで、まあギャレンはこれにまたがりさせておいて、うん、トプッシーはまた恐竜コーナーで、遊ばしときたいと思いまーすってね。うん、あ、なんかちょっといいこと思いついたぞ。これワンちゃん、これでいけるんちゃうかな、これちょっとね、ちょっと待ってんで、あ、これ坂ね、これで坂でしたね、これ。ギャレンを走らせてみて。いけギャレンって感じでね。まあ、止まりますけども。まあ、こんな感じですね。ということで、今回はね、ギャレンの前、新しいバイクができたぞっていう感じのね、新車購入のお話でした。ということにしときましょう。てかね、うん、トプッシーのことはね、皆さん忘れてください。って感じで。うん、まあトプッシーはね、これ多分これ坂にしたらちょっと多少走るんじゃないかな、これ。うん、今気づいたけど、うん、もう一回チャレンジしてみましょうかね。うん、あ、いけますね、これ結構いいぞ。お、これで遊びましょうかね。まあこの、まあ多分二度としないと思うんですけども、まあギャレンは一応ここにまたがさせておいて、うん、皆さんのまた動画の隅にでも現れると思いますので、また皆さんよろしくお願いしますって感じでね、うん、今回はそういう動画でしたって感じで、はい、また次の動画でまたお会いしましょう。またいつも来てくださって皆さんありがとうございます。またよかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。いつもこんなことばっかりやってますけどもね。うん。まあ、まあ、暇つぶしにも見に来てくださったら嬉しいです。って感じで、よかった。皆さん、また次の動画でお会いしましょう。では、またね。バイバイ。まあ、お前にはまあ、罪はないからな。まあ、仕方がない。俺が悪かった。うん。俺の計算ミスだ。うん。ギャレン。だから、機嫌を直しておくれって感じで、まあ、トプッシーもね、トプッシーも悪くないのでね、まあ、恐竜コーナーでゆっくりさせたいと思いまーすって感じで、はい、皆さんまた次の動画でお会いしましょう。それではバイバーイ。